ダンスマッカラーズジュニアは、アメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身の、プロ野球選手。右ト左打。MLB のヒューストンアストロズ所属。愛称は、スナップドラゴン1。同盟の父も、サンディエゴパドレスなどに所属した元メジャーリーガーである。2012年の MLB ドラフトで、ヒューストンアストロズから1巡目追放指名され、プロ入り。同年は、参加のルーキー級。 ガルフ・コーストリーグ・アストロズでプロデビューし、アパラチアンリーグのルーキー級、グリーンビル・アストロズでもプレーした。2013年は、A 級、クワッドシティズ・リバー・バンリッツで25試合に登板し、6勝5敗、防御率3.18の成績を残した。2014年は、A 級・ランカスター・ジェットホークスで25試合に登板し、3勝6敗4セーブ。 防御率5.47の成績を残した。2015年は開幕を A 級コーパスクリスティフックスで迎え、7試合に登板して3勝1敗1セーブ、防御率0.56の成績を残した。5月14日にトリプル A 級フレズのグリズリーズへ昇格したが、同球団での登板がないまま18日にメジャー初昇格を果たし、25人枠入りした。 メジャー初登板となった、同日のオークランドアスレチックス戦では先発し4.2回を投げて1失点だった。そのまま先発ローテーション入りし、23日のデトロイトタイガース戦では初勝利、6月3日のボルチモアオリオールズ戦では11、脱三振の初完投勝利を挙げた。最終的には22試合すべてに先発登板し、一つ、 負け越したものの防御率3.22125.2イニングで129三振を奪って、脱三振率9.2をマークするなど、ルーキーイヤーから素晴らしい活躍を見せ、チームのプレーオフ進出に大きな貢献を見せた。2016年は14試合の先発登板に止まったが、2年連続で防御率3.22と6勝を記録し、自身初の勝ち越しシーズンだった。 三振を奪うペースはアップし、81.0イニングで106、脱三振、脱三振率11.8という高数値を叩き出した。この脱三振率は、アストロズで1試合でも先発登板した投手の中では最高だった。2017年は、自身初となるオールスター選出を果たした。レギュラーシーズンでは22試合に先発し全々年 前年を上回る7勝を挙げたが、防御率は4.25と上昇した。最速98.2マイルパワー、平均94.2マイルパワーのフォーシームと、ナックルカーブが武器の本格波右腕。その他には、カーブ、高速チェンジアップ、ツーシーム、カッターを使用する。メジャー通算のタイミギズフィップが4.03であるのに、対し、 対左ズフィップは2.61とよく、右投手でありながら、左打者を得意としている。ありがとうございます。